はい、どうも、掛け軸塾の野村です。さあ、今回は、蘇我派についてご紹介させていただきます。ということで、蘇我派、ね、日本美術の中ではかなりマニアックな存在なんですけども、まあ、これ多分知ってる人はいないんじゃないですかね。知ってたらかなりマニアックな人です。太鼓判を押せます。どうですか？知ってます？あ、知ってる？あ、違う、それは違います。蘇我の馬子は違いますね。蘇我の馬子は、飛鳥時代の人ね。仏教入ってきて、仏教入ってきて崇拝するのを拒んでた物伸び師をやっつけたのが、蘇我の馬子やね。それは、また別の蘇我になります。まあそんなもんだと思います。蘇我派ってね、一応、絵画の一派として日本美術の中ではあるんですけども、まあほとんど知らないです。あんまもうマニアック。で、地方画家なんですね。地方で栄えた画派の一つなんで、まああんまり知ってる人いないんですけども、知っていくと、結構ね、調べていくと、ちょいちょい出てくる時があるんですよ。多分ね、蘇我直庵、二直庵ぐらいがね、ちょこちょこ出てきて、そんなんあるんやぐらいで、なんとなく覚えてるっていう人がマニアの中ではいらっしゃるかもしれないです。で、それだったら別にいいんですけどね、蘇我松柏はご存知あるんじゃないですかね。蘇我松柏知ってる？あ、そう、奇想の画家ね。江戸時代に伊藤若冲と長沢芦雪と、もう一人、蘇我松柏三大奇想の画家としてね、人気な作家がいるんですよ、蘇我松柏。で、この蘇我松柏は、蘇我派じゃないのみたいな質問を結構受けてごっちゃになる人が多いので、軽くね、今回蘇我派っていうのをご紹介させていただきたいなと思います。あんまマニアックにね、どっぷりやるつもりはないので、謎が多いんですよ、結構。謎が多くて、分かってないことも結構多くて、プロの中でもごっちゃになってる人が結構多いので、そんなにね、深く突っ込まずに、軽くさらっと知っとくだけでもいいと思います。でもね、さらっと知っとくだけでも、なんかここで言うとったなって、なんか分からんようになったら、ここ戻ってきたら、もう一回整理整頓できると思いますので、今回の動画最後までご覧になっていただければなと思います。でもね、これ、蘇我派ってね、おもろいことでね、実はね、桃山画壇の四大巨匠、狩野永徳、長谷川等伯とかね、あそこら辺と、実は並び称されるぐらいの人が、この蘇我派から出てたりするんですよ。そう聞くと、へえ、すげえじゃんって思うじゃないですか。なので、意外にね、暗躍じゃないけど、美術史の裏側では、闇にちょっと人気があったりするような、実力派の、作家にもなりますのでね、ぜひ最後までご覧になっていただければなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、まず蘇我派なんですけど、いつぐらいの人ですか、スタートいつですかというと、室町時代ぐらいのスタートやと思ってください。だから足利がなんとかとかが出てくるあの時代感、だから御用絵師とかおった時、周文とかなんかいましたよね。除雪周文とか、日本絵画史のまとめでね、ご紹介しているので、そこら辺確認していただきたいんですけど、狩野派が出てくる、狩野正信さんが出てくる、ちょっと前ぐらいからのスタートやと思ってください。で、一番最初のスタートっていうのが、蘇我周文さんっていう方が、スタートさせます。この人が大元の方なんですね。で、この大元の方なんですけどね、実は日本人じゃないんですよ。スタート日本人じゃないの。もう、のっけからどんなんやねんって話なんですけど、そう。のっけから日本人じゃなくて、中国の方なんですね、この周文さん。明時代の方になります。明時代で言うと、中国で、宋、元、明、清と続くんですね。隋、唐があって、で、唐終わった後、ちょっとなんかいろいろあって、宋、元、明、清。これ、宋、元、明、清で覚えといたら、語呂的にね、言いやすいので、覚えやすいので、の明時代に、明から、渡ってきた人なんですね。もともと李さんやったんですよ、李さん。李さんが、日本に渡ってきたんですよ。1424年に、来朝したと、日本にやってきて、で、越前の朝倉氏に仕えたらしいんですよ。越前って言ってもだから福井県とかあっこら辺に朝倉さんって昔おったんですよ。朝倉の大名さんね。に、仕えたと。で、そこで蘇我っていう名前を名字もらって、蘇我周文というふうに名乗るようになったと。だからそこからスタートなんですね。蘇我さんとして。で、次どうなったかっていうと、この周文さんの子供ちゃうかなと言われてる人。もうここら辺、もうのっけからちょっとここら辺でね、子供ちゃうかなで、ちょっと疑問が出るところなんですけども、まあ一応子供ちゃうかなという人が蘇我勃慶という人が出てくるんですね。で、この人が、蘇我派の祖というふうに言われてます。この人からスタートなんですね。だから、よくね、蘇我蛇足、蛇足みたいな感じでね、蛇の足って書いて蘇我蛇足っていうのが、蘇我派のスタートだよっていう言われてるんですけど、その蘇我蛇足っていうのは、この周文さんの子供と言われてる蘇我勃慶さん。
ですね。蛇の足って書いてジャソクなんで、なんかすんげえ名前やなと思うんですけども、この人がジャソク剣っていう号を使ってたんですね。まあ楽観、あのペンネームみたいな感じで、ね、ジャソク剣って使ってて、でそっから後出てくるこのソガ派の人がみんなジャソクって名乗るようになったので、ちょっとややこしい、ここもややこしいの一つなんですよ。ややこしい原因の一つ、みんなジャソクって楽観使ってるからややこしいなって言うんですけども、ジャソクって言われて一番最初に出てくる、多分美術史上の中でジャソクと言われたらこの人を指します。ソガ・ボッケイが、ジャソクになります。で、この人は周文に学んで、大徳寺で活躍した作家さんになりますね。周文っていうと室町時代の足利幕府の御用絵師ですね。雪舟さんの雪舟東洋っていうじゃないですか。水墨画の長というか、室町水墨画の長と言われた雪舟のお師匠さんですね。周文さんというのはに、学んでましたよっていう、それぐらいの時代感の、人が蘇我勃家になります。ほとんどね、生きた年と、生まれた年と亡くなった年が分かってる人はほぼいないです。ほぼいない中で、子供がこうだったよっていう風な、こういう風な流れを見ていく形になるので、なんとなくの背景です。このぐらいの時代の人なんやっていうのを想像していただければなと思います。で、そこはボッケーだと、まあ、この人が初代なんで、そうなんで初代なんですけども、その後はね、あんま2,3,4 までそんなに詳しく勉強しなくていいと思います。2代目が、まあ、子供と言われている蘇我宗丈さんですね。この人は、お父ちゃんと周文にこの人は学びましたよ。この人が2世になります。で、その子供が、蘇我宗泉になりますね。で、この人は1523年に山水図というのを作ったらしいんですけども、それが今根津美術館というところに残ってますよと。で、これが3代目ですね。で、4代目がその子供の蘇我宗与という人がいまして、この人は1562年に朝倉義景、朝倉氏に仕えてるからね、朝倉義景主催の宴で歌読んだよっていう、そういう風な、時代、ここはね、時代がちゃんとしっかりしてるんですけども、それぐらいの時代感で、セカンド、サード、フォースと、いましたよと、ここはさらっていきましょう。で、ここはね、子供で、ちゃんと通ってるんですけど、問題が次なんですよ、次。次が、蘇我宗丈という作家さんなんですけども、これが、宗与の子供かどうかが疑問っていうのがね、結構問題なんですよ。これがね、クエスチョンになってしまっているので、その後出てくる人がみんなほんまにそうなんていう、ちょっとクエスチョン、6代目、7代目ほんまにクエスチョンっていうのになってしまう原因にもなっていると。なので、まあ、ちょっと、この人どうなんだろうというのがね、すごいあれなんですけども、まあ、一応子供だとしたら、5代目、5世になります。蘇我宗丈。で、これと面白いのが、長谷川等伯のお師匠さんだというふうに言われてるんですよ。長谷川等伯って、ご存知ありますかね。日本絵画史のまとめの、多分、中編の時に言ったんちゃうかなと思うんですけど、桃山時代、安土桃山時代の桃山時代に、4人すごい画壇の巨匠がいますよっていう紹介者ですね。まず、狩野英徳はもう絶対的な天才でいましたよと。で、それを脅かす存在として、長谷川等伯がいましたよと。あと、解放優勝、雲国東庵。この4人が桃山時代の、すごい人だったんだよっていうふうに言われてるんですけど、その長谷川等伯の最初の師匠だったというふうに言われてるんですよ。謎の人って言われてるけど、結構ビッグなことしてるんやなと。で、それが書かれてるのが本朝画史っていう、人物辞典みたいなもの資料に、書かれてますよと。で、この本朝画史は以前狩野派の歴史っていう動画でご紹介してるんですけども、狩野派って、この江戸時代、戦国時代から江戸時代になるあたりで、江戸狩野と京狩野に、分かれちゃうんですね。で、その京狩野で、活躍してた狩野三節っていう人が、作ろうと発起して、その後狩野へ芸能という人がまとめた、日本初の、この画壇の、作家さんとかの、人名辞典みたいな、資料なんですよ。だから結構ね、ここまでこの人名辞典があるおかげで、いろんな人物関係っていうのが、この前、この時代までの人物関係っていうのが、分かるという基本的な資料になる、めっちゃ大事な、資料なんですよ。で、そこに、この蘇我宗丈さんは長谷川等伯の師匠だったんだよって書かれてると、へーと、そんな結構ビッグネームやったんやみたいなね、なんか重要人物やったんですよ。
で、1573年に朝倉氏がまあ滅亡しちゃいましたよと、織田信長にねやっつけられるんですよね、やっつけられて朝倉氏滅亡しちゃったので、その使えてたけどどうしようかなというところで、堺の方に移住したんじゃないかというふうに言われております。堺ってあの大阪の方ね、大阪堺に移住したんじゃないかと。で次どうなったかというと、蘇我勅庵っていう人が出てきます。これはね蘇我少将の子供というふうに言われてて、この五代目っていうのが確定しているのであれば、まあ六代目なんですけども、ここが微妙なのでこの六代目も微妙やと。ただ、本人は、蛇足六世と名乗ってます。自称ですけどね、もう言ったもん勝ちみたいな感じですけど、自称蛇足六世というふうに言ってます。で、この勅庵も堺で、蘇我派を立て直しを図りまして活躍する形になります。だからお父ちゃん少将と一緒に堺に逃げ延びたというか、まあ移ったんでしょうね。でそこで、蘇我派をもう一回復興するんじゃみたいな感じで立て直してって、で、桃山画壇四大巨匠と並び称されるポジションに、入ります。ということで、桃山方四大巨匠さっき言いましたよね、狩野英徳とかのあの4人に、並び称されるということで、四大巨匠の長谷川東博のお師匠さんがお父ちゃんやけども、お父ちゃんが育てた長谷川東博に実は息子も並び称されて、もう微妙な力関係な、勅庵なんですけど、なので結構出てきたりするんですね。この勅庵、蘇我勅庵って出てきたりするんですけども、まあこういうふうなビッグネームが、出てきましたよと。で、蘇我勅庵の子供とも言われてるけど、ここもちょっと微妙なところらしいんですけども、次出てくるのが蘇我二直庵という作家さんなんですね。で、この二直庵の庵は直庵の庵でええんちゃうと思うんですけども、そうでもないらしいです。なんか楽観見てると直庵のこの庵を使ってるのはあんまりないので、こっちの草冠が上についてる庵を使うのが正式だよみたいな、なんかそんなことを言うてたので、二直庵の庵はこっちにしておきます。で、この二直庵は子供だとしたら、まあ、七代目だというのと、本人も七代目だというふうに名乗ってるみたいな、資料はあるんですけど、でもその資料に書かれている、文字の落款はなんかうさんくさいなみたいな感じで、ちょっと疑問が出るのがこの二直庵というね、堺で活躍しましたと。まあ、ここら辺からね、堺派というか堺で活躍した作家さんになっていくんですね。でこの勅庵と二勅庵は2人とも高津がすごい得意な作家さんになります。これがね、めちゃめちゃ有名なんですよ。高津と言ったら出て必ず名前が日本美術史の中で出てくるのが、蘇我勅庵と蘇我二勅庵なんですね。で、まあ、勅庵の方がどっちかというとオーソドックスなあの高津を描きます。まあ、硬い感じの、まあ、従来の、中国画水墨画の、高津を描くのに対して二直庵は、どっちかというとフワッとしたちょっとデリケートな繊細な感じの、高津を描きますよと。まあ、どっちにしてもね高津結構どっちもね、いい作品が多いの で作品もまあまあ残ってるので、まあ、どっかで展示会とかで見られたら、見に行かれたらいいんじゃないかなと思います。これはまあ結構両方どっちの作品を見ても見る価値があるんじゃないかなと思えるぐらいあのいい出来の高津なのでね、ご覧になっていただければなと思います。でこの後出てくるいろんな作家さんの、高津っていうのがいろいろ出てくるんですけども、大体勅庵二勅庵の影響を受けてるんちゃうかなって思えるぐらいの、高が得意だった作家さんになります。で、まあ、この二直庵が七世、七代目やったとして、その後どうなったかっていうと、その後ね、あんまパッとせえへんのですね。いろいろ出てくるんですけども、パッとせえへんのと、資料があんまないのと、なんかうさんくさいなっていうのもいっぱいあって、あんまりこの画壇の美術史の中では触れられない、なんかもうね、パンドラの箱的な扱いなんですけど、一応言うときますね。蘇我三直庵っていうのが出てきます。もうええって。いや、直庵、二直庵、三直庵、次四直庵かみたいな話なんですけど、もうええってって話なんですけど、蘇我三直庵があって、蘇我義重になるのかな、義重っていうのが出てきたり、玉王かな、たまに大きなで玉王が出てきたり、田村直王っていうのかな、直接の直に大きなって書いて田村直王が出てきたりで、蘇我将校っていうのが出てきたりして、この人が自称を、また自称、もう自称ええって言って話なんですけどね、自称を蛇足八世と言うております。
で、その次が蘇我松淑というのが出てきて、これも自称蘇我、自称蛇足九世と言ってます。でもこの蘇我松淑も、なんかね、ここ九世って言ってみたり、なんかここら辺の息子だっていうふうに言われてたりとか、かなりね、疑問がいっぱい残るし、資料もあんまないということで、ここら辺めっちゃ怪しくって、多分続いてないだろうっていうふうに、考えられてます。言うてるだけやろうってね。もう言うたもん勝ちやからね。で、最終的にどうなったかっていう、そこは最後どうなったかっていうと、言うたもん勝ちがもう最後ね、おひれはひれついて、出てきたのが最後、日本美術史上のスーパー問題児と言われている蘇我松淑になるんですね。ほんまスーパー問題児なんですよ。もう、エキセントリックで問題児なんですけども、もうこの人ね、素行が悪すぎてね、問題児すぎるんですよ。で、この人はまあ、いつの人かっていうと、1730年から1781年に生きた、まあ、だから丸山山応挙とか伊藤若冲と同時期に生きた作家さんですね。京都で活躍した作家さんで、この人が、俺は蛇足十世だってこの人も自称で言います。もう全員自称やないかみたいな感じで言ったもん勝ちやないかって言うけど、この人の蛇足十世は絶対嘘っていう風に美術史の中では言われてます。お前はちゃうやろ、絶対ちゃうやろっていう風に突っ込まれてます。で、まあ実際嘘なんですけどね、血縁関係絶対ない話で、しかもこの蘇我松淑っていうのはスーパーハッタリ野郎で、蛇足十世っていうのも嘘なんですけども、さらに言うと俺は中国の皇帝の末裔でもあるんじゃとか言ってるね。もうお前嘘つきまくりやなっていうのが蘇我松淑になるんですよ。めちゃくちゃ面白いスーパー問題児なんですけども、ただね、この蘇我松淑って美術史の中ではめちゃめちゃ面白い作家なんで、人気がめちゃめちゃ高いんですよ。で、僕も大好きなので、今回ね、蘇我派をなぜ紹介したかっていうと、蘇我松淑を、説明したいから、まず蘇我派の中でこういうふうに知った上で次蘇我松淑を見ていきたいなというので、ご紹介させていただきました。なので次回は、お待ちかね、これリクエストあったんですよ。よう聞きてね、蘇我松淑やってほしいっていうリクエスト結構あったので、お待たせいたしました。蘇我松淑やりますから、やりますからね、蘇我松淑をやらせていただきますので、次週、ぜひ、ね、楽しみ、次週になるかどうかちょっとごめんなさい、次週になるかどうかは分からない、次回は蘇我松淑をやりますので、乞うご期待、ぜひね、ご覧になっていただければなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は蘇我派ということで、かなりマニアックな路線を、ご紹介させていただきました。一応流れをまあ知っといていただいた上で、こうやって蘇我派完璧頭入ったという上で、で次回の蘇我松淑をご覧になっていただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。ではまた。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。